おいすこんにちは。同窓会に呼ばれない可能性が出てきたアメウリです。はい、ちょっとまた冒頭余談入りますということで、高校のね同窓会なんですけど、僕 LINE が消えてるんですよ。そもそもに LINE が携帯とかのなんかもう移り変わりの関係でね、ちょっと同期の関係で LINE が消えて、過去のその中学はないか、高校からスマホに変えてから LINE というものが登場してから、こう友達追加していった人みんな消えてるんで、はい、僕友達いないんで、ありがとうございますって感じ。いるのは本当バンドメンバーと大学のちょっとした仲のいい人と、もう元の職場のちょっと仲いい人とで、新しい職場の人とパズドラ YouTuber 仲間だけですね。はい、本当にマジリア友もう5人ぐらいしか多分 LINE 知らないんで、はい、もう高校の同級生、まあ1人知ってるから、その人が誘ってくれなかったら、僕同窓会には呼ばれませんと、はい、いうところですね。はい、もう全然いいけどね。うん、もう立ち直りますけど、もう全然開き直るね。うん、全然ノーダメージって感じ。はい、そんな感じですね。ということでね、今日はね、仮面ライダー0号、こちらをね、使っていこうかなという感じですね。新仮面ライダー映画の、まあ、ラスボスって感じですね、ポジション的に言うと。もともとなんか髪の長い、緑川瑠璃子のお兄さんだったかな、ポジションが。その人が変身して0号だったかな。なんかそんな感じだったと思うんですけども。まあ、強いっちゃ強い。敵です。まあラスボス的な感じなんでね、はい、まあ強いは強いですよという感じなんですけども、バインドスキブ3つの指プラで25ターンの3ターン遅延ですよと。変身の仕方はかなりいいかなって思いました。変身するとバインドクモ指プラの10強3つの2ウェイプラの無効感2つですね。無効感がね、今の環境だけで言うなら無効感が邪魔、むしろこれ2ウェイプラスだったらめっちゃ強いよ、この無効感2が。なんだけども、いやー、今グランエルブだからな、環境が。水闇と来られたらもうグランエルブなんですよ、それは。だから、ちょっとね、無効貫通生かすんだったら、あれ、ウルザとか合わせてあげるが結構いいかな。76ウルザとかが使えるのは結構いいかなって思ったんですけども、リーダースキル、水闇の同時攻撃でダメージを軽減、攻撃、あ、変身してるね。8.5 倍の酸化酸。水属性 HP 攻撃3倍。コンボ加算じゃない違う、お前追撃クソって感じ。ウルザがコンボ加算なんですよ。追撃できないんですよ。いや、これ追撃できたらね、ちょっとウルザと合わせて無効貫通どうのこうのってできたんですけどね。もうじゃあお前リーダーやめろ、もうもうリーダーじゃなくて76リーダーの潜入要員だけやっとけばいいんじゃないみたいな感じですね。はい、スキル内容はドロリフトダブル吸収無効ですね。これは強いね。役割としてはだからあるって感じです。76リーダーですよ。で、変身の仕方もまあ、2ウェイでちゃんとターン稼げますよ。で、なおかつ、ドロリフとダブル吸収無効をやってくれるので、役割としてのポジションはもらってるのかなって感じですね。普通に今後の攻略編成で、全然76リーダーとしての採用はあるかなって思いますので、まあ、交換はまあまあ、比較的推奨は推奨できるかなって感じですね。まあ、無理して取れほどではない、今だけ見るなら。ちょっと将来的にね、環境を見るんだったら、76リーダーとして取っておくっていうのは全然ありななんじゃないかなと思いますね。まあそんな感じですね。まあ無理して取れほどではないのかなって感じには思ってます。で、アシスト進化に関しましてはですね、マシンタイプ付与 2way の水と闇の泥強と回復ですね。別にそんなに強いとは思ってないですけど、2ターン遅延もありますという感じですが、まあ使えるは使えるレベルですけど、めちゃくちゃに使うというか、まあ持っておきたいなとまではいかないかなみたいな、まあそんな感じに思ってますね。まあ使うんなら本体76リーダーとしての運用っていう感じになってくるかなとは思いますね。はい、まあそんな感じです。ということでね、じゃあ実際に今回はね、この編成で潮流の方をやっていこうかなと思います。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ実際にね、行こうかなという感じです。はい、ということで、まあ使ってみての感じなんですけども、本人の火力が本当に出ない。もうデコピンしかしない本人が。グランエルブとカリンドラゴンに任せるような感じですね、火力はね。はい、初手石化打ち、カリンドラゴン打ちで、0号変身させて、遅延かけたら1コンボ、まあ1コンボっていうかいっぱい決まるんだけど、これ。で、その後はグランエルブ変身しましての、さらに待っていきます。敵の行動が残り1ターンになったら突破していきましょうって感じですね。はい、これで突破していきます。
うん、この辺の火力はまあ一応ね別に突破自体は全然できる火力は出てるのでいいっちゃいいけども、まあもう少し火力は欲しい。本人が出たら本当に100点なんだけどね。うん、ワルリンが残ると。まあここは適当に飛ばしてもらえれば OK です。はい、で続いて2階層は、覚醒向こうはカクテル飛んでくるのでレント7番打ちます。レント7番は別にあれですね、エクゾディアとかでも全然いいです。ただレント7番だと溜まっても上が覚醒向こう解除なのでどうのこうのっていう話ですね。もしエクゾディアとかで代用する場合はね、最初ここ2階層で絶対覚醒向こう解除必要になるので空打ち必要になるかなと思いますんでね、その辺は忘れなくって感じですね。はい、今回は無効貫通の敵出てきませんでしたのでカリンドラゴンは温存してます。で3階層に関しては絶対無効貫通必要になるのでカリンドラゴン打っていきましょう。これ真ん中のゴーレムの色ってランダムだっけ、確かランダムだったような、火水木のどれかだったっけかなーって思うんですけども、ちょっと木だったら残る。うん、今回これ木がね抜けませんでした。まあもちろん盤面次第ですけどね。はい、ちょっと抜けませんでした。なので2発で突破してます。で続いて、4階層ですね。4階層に関しては属性吸収と消せない状態いきます。消せない状態に関してはカリンドラゴンの 2way で解除していきます。で、属性吸収に関しては0号かグランエルブ、もうこれは常々って感じ、もうずっとそう。だからグランエルブ持ってないですよっていう方にとってはまあまあより取る価値はあるんじゃないかなって思いますね。一応76グランエルブっていうことができるので、まあそれは強いじゃ強いかなって感じですね。まあでもグランエルブ同士の方が個人的には強いと思いました。もうこれはね火力の問題なんだよな。76にできるのは確かに強いんだけど、グランエルブ同士のは火力が高すぎるからな。あいつら2人で1つじゃないけど、うん、あいつら2人で行ったら火力すごいからな。はい、で、ここドロリフできます。これはまあ強いよね。まあ別にしなくてもいいっちゃしなくてもいいんだけど、うん、トゲとか邪魔なところに対しては泥鏡をかけることができるんですよね。これはまあメリットではあるかなって感じですね。はい、でここでセッカーを打つようにしといた方がいいですね。回復力のデバフ食らいますんで。でここでまずは半分まで削る。で半分いったら耐えて、はい、でそのまま倒していくような感じですね。今回欠損しちゃってたのでカリンドラゴン打ってますね。うん、まあ別に盤面あればカリンドラゴンなんて打つ必要はないと。はい、これで突破していきますよと。であと今回お邪魔目覚めの体勢をねつけてないんだけども、つけるんだったらまあジョイラとかにつけてあげるのがいいんじゃないかなと思いましたね。まあ言ってもアルスノア対策なだけなんですよねそれって。ちょっとうざいけどね、アルスノアがめんどくさいなって感じる人はやっぱりお邪魔目覚めは対策してあげといた方がいい。で今回はここが、フェンリルナイトですかね、君は出てきておりますけども、ここに関してはとりあえずカリンドラゴンが溜まり次第かなって思いますね。ホムラが出た場合はコンボ現象がめんどくさいです。次の闇イザナミの対策もしなきゃいけないので 5-4 番面でコンボ現象食らうとちょっときついんでね。なので必ず1ターン以上はね待ってくださいねって感じですね。はい、ということで、これでカムヤ突破します。で続いて7階層は今回光イザナミを引きました。一応闇水をね決めなくても耐久効きますんで、ここはねいらない色と回復ドロップを決めながら耐久してもらえればいいかなって思いますね。まあ、こんな感じで回復泥鏡とかつなげながらちょっと待っていきます。今回はねフルで待ちましたね。アシストがもう完全に返ってくるまで待ってます。まあ、これぐらい耐久できますよっていうところなので、でアシストが返ってくるタイミングでしっかり、突破していきますって感じですね。水闇を決めちゃうとねもう固定ダメージで飛んでいくんでこの人なので、まあいらない色をしっかり決めながら耐久してあげるがいいかなって思います。闇イザナミは2ターン待って吸収向こう打てばいいかなっていう感じですね。で、今回は君はジークフリートかな、名前はバインド飛んできます。バインドはジョイラで回復してあげます。でこいつに関してはワンパンでいいかなと思います。木の方もまあグランエルブとかで上限解放かけてあげたら、まあ、ワンパン持っていけるかなとか思ったりはしますね。はい、これで突破していきます。はい、トゲの目覚めがちょっとめんどくさいですけど、9階層ゴエモンが出てきました。ゴエモンはまあ盤面が良ければもうそのタイミングで突破してもらえればいいかな。最初はちょっとヒドロップどうしても盤面に多くなりがちなので、まあ一旦待ってあげるの方が盤面的には安全かなと思いますね。
で、気をつけたいのは、まあ、ノアかなって感じ。あの、ノアはね、HP 半減とかしてくるので、あれ終わるまで待った方がいいですね。まあ、ルーレットとかも作ってくれるので、欠損とかは起こりづらいかなって思いますんで、まあ、それで突破するタイミングはカリンドラゴン打ってもらえれば大丈夫って感じです。はい、これで突破していきますよと。はい、OK ですね。で、続いて10階層です。10階層に関しては、今回は、名前が、君は、いや、出そうで出ない。誰だっけ君誰だっけあー、出ないわ。まあ、闇のやつが出てきました。カタカナ4文字ぐらいだったと思うんだけどな。はい。で、こいつは3段待って突破でいいですね。あ、必ずこれセッカー打つの忘れないようにしてください。ちょっと待つだけなんで忘れちゃいそう。切れるのをね。こいつ普通にワンパンできるね。暗い目覚めとかもめんどくさいんで3段待ってあげるがいいかなって思います。誰だったっけな、こいつの名前。やばい、全然思い出せん。本当に。他のキャラクターは思い出せるんだけどな。ジーニャと、火のやつと、覚えてない。はい、で、マシンヘラ出てきましたよと。ちょっと俺 PDC であいつ、もやもやするから名前見るわ。マシンヘラ今回属性吸収を見事外しましたんで、そのまま行ってますね。ハマった場合はまあ属性吸収打ってばいいかな。あ、これ暗闇目覚めめんどくさかったんでドロリフかけました。まあこういうこともできるんでね。一応使い方としてはこういうのもありますよぐらいなもんですね。タナトスか、それ。シャイターン、ジーニャ、タナトスね、あそこはね。はい、そんな感じでしたね。で、マシンヘラはね、残りましたね。ここで上限解放してあげるとワンパンは厳しいんかなって感じ。はい、そんな感じで突破して12階層です。12階は、今回は、ノルディスかな出てきました。こいつはまあ一番優しいですね。ドロリフしてくるだけなんで。まあ、2パンは2パンかな。グランエルブで上限解放してあげたらワンパンできると思います。それはお任せしますけど。グランエルブ打たなかったら、ちょっと残っちゃうかなって感じ。はい。ちょっと怖いけどね。残り方ちょっと怖いんだよね。なんか、下手したら発狂されそうなんで。まあ、グランエルブ打ってあげるが、安牌は安牌かなって感じですけどね。はい、ということでこれで突破していきまーす。はい、まあ、特に問題はないかな、誰が出ても。13階です。ブラフマー出てきました。無効貫通必要になるんでカリノラガン打っていきましょうって感じですね。で、次のボス階層にまあ稲ちゃんを残しといてあげれば十分かなって思いますけどね。なんか生成枠は1枚ぐらい用意しといてあげた方がいいはいいんじゃないかなと思います。で、今回、カリンドラゴン打ちで、これでね、多分ね、またね、火力がね、これね、良くないところなんですよ。だから、グランエルボを上限解放してあげれば、ワンパンで突破できるものを、だからこれ、カリンドラゴン2枚とかね、そういうカリンドラゴン並みの火力が出るキャラクターをもう1枚サブに採用してあげれば、多分ワンパンいけるんですけど、ちょっと今回はそんな感じのことをしてないので、本人が火力出ないのが悪いんですよ、これは。本当に。だから、グランエルブ同士だったら絶対抜けてるものを、抜けないっていうのが、こいつのデメリットだよね。ちょっと残念だねって感じ。はい、ということで、これ突破していきます。だからもう、アマリンの武器つけてさ、無効貫通で組んでいく編成の方が多分相性的にはいいんじゃないのって思ったりするけどね。はい、ということで、ボスはまず進化前ですね。進化前は、まあ、ちゃんとコンボしておけば、コンボ吸収は乗り越えられるかなと思いますので、グランエルブ絶対これ、上限解放打ってくださいね。絶対グランエルブいるんで、ここ。で、グランエルブ打って、で、突破していきますって感じですね。ちょっと PDC に書いてないわ。これ結構大事なんやけど。絶対グランエルブをここに残しとかんといけんからね。じゃないと突破できないと思いますよ。これでね、ショーテルの火力とかで、込み込みで火力めっちゃ持っていきます。で、第2形態はカリンドラゴンたまり次第撃ったら突破できるかなって感じですね。特にこれといって、注意点は、まあ、操作短縮が来たら、まあ、めんどいねーぐらいなもんかな。まあ、セッカをそのタイミングで撃てたり、イナちゃんが溜まってれば撃てたら、まあ、楽は楽ですけど。初手の花火は、まあ、うざいんならドロイフかけてもよしですけど、まあ、特に、まあ、セッカとかこんな感じで撃てたら、だいぶ盤面用意できるので、別に撃つ必要はなかったですけど、まあ、今回せっかくなんでね、撃ってみました。まあ、盤面対策とかもできるよーって感じですね。あとはまあ盤面とかカリンドラゴンとかで、はい、いい感じに突破してください。まあ3ターンぐらいあれば突破できるでしょう。で、続いて最後、第3形態ですね。こいつもカリンドラゴン打ちながら突破って感じです。カリンドラゴンとグランエルブ打つタイミングは合わせた方がいいですね。その方がしっかり削れるんでね。結構削れますね。グランエルブと一緒に打ってあげたら。40% ぐらい持っていけるんじゃないかなって思いますけどね。はい、あとはまあ、適当に削るだけです。カリンドラゴンが溜まるまで耐久して、
溜まったらグランエルブと一緒に合わせて打って、これを繰り返すだけですね。まあグランエルブと一緒に合わせて打てば、それを合計4回繰り返せば確実に抜けるかなって感じですけどね。はい、もうしっかり削って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 、カニンドラゴン打ったと全然削れん。で半分いったら何万飛んできたかな、83万1000とか飛んでくるんだっけ。結構ギリで受ける。78万、あ、闇ダメージ軽減の関係で下がるんか。はい、でここ半分いったらね、ジョイラ打ったらいいと思います。ジョイラ打つと HP 全回復するんで、これで回復力を下げられてて石化が溜まってなくても問題ないかなって感じですね。はい、あとはまあもう同じ同じことやります。もうこんぐらい削っとけばね、多分ねワンパン圏内入ってるので、あとはもう自分を信じるだけもうグランエルブの火力を信じて突破するだけですね。はい、でこれで最後ですね。で最後はカリンドラゴン打ちまして、でグランエルブも打ちまして、でまあイナちゃんとかも打っちゃって、特に意味はないセッカも打っちゃって、であとはまあ倒して終わりって感じです。はい、まあこんな感じでやってみました。うん、まあ別に弱くはないですけどね、全然いいんですけど、まあ別にグランエルブ持ってる人はもうグランエルブ同士の方が強いよねっていう話でもある。まあ76運用とかもできるので、76系のダンジョン、76が強いようなダンジョンにとっては結構メリットあるのかなって感じですね。まあ他の編成とかでも今後使われていく可能性はあるので、まあ一体持っておくっていうのは全然ありなんじゃないかなと思いました。はい、ということで今回ゼロゴとグランエルブで調理やってみました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。